ペイクラチャンネルのタイクラです。今週末、今度大会があります。で、大会は今回 100m と 200m に出場するんですけど、 100m でも 200m も予選決勝のラウンド制なので、少しね、体力が必要です。で、今回はしっかりと調整した上で参加したいと思っているので、今日は最後のポイント練習をやっていきたいと思います。ポイント練習の中身は150m プラス 100m が1セット目、2セット目は 150m が1本でレペ形式でいきたいと思います。どちらかというと 200m のメニューに特化した調整になるので、しっかりそこを、調整を詰めていって 200m でいい記録が出るように、で、2日目に 100m があるので、そちらでしっかり実力が出るような調整をしていきたいと思います。今日はね、村瀬さんはなんと参加しません。はい、私は今日お休みします。何してんすか。ちょっと疲れたのです。私は体がバキバキなのです。優しい今日。はい、で、今日は村さんがカメラマンに徹してくれてるっていうことなので、いい映像を期待して、皆さんこの後しっかり見ててくださいね。それでは早速いってみよう。もしかしてドリルをするのこいつは。遅すぎて合わせたわ。さあ、行きますか。はい。お、めっちゃいい絵撮れてる。本当ですか。モデルがちょっと悪い。やっぱこれ飲まないと。あ、怒られるよ。怒られるよ。勝手にお前が紹介すんなって。いや、福井だから。福井だから許してくれるでしょ、キリュウさん。あ、そっか。売れなくなっちゃう。売れるから。俺ごときがそんな影響力ないから。大丈夫。あ、そうね。逆にね。大丈夫です。はい、今日はしっかり。これからね、はい、今日天気すごいいいんで。そうだね、穏やかですし、気温も寒くないし、気持ちいいね。なんかカラッとしてて、うん、で、しっかり200想定で走るんで、力リラックスした上でもちょっとスピード出して走っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、はい、そろそろ150始まります。150プラ100、1セット目、これ2セット目が150のレペだっけな。はい、まあ、いつもクラブ君をいじめていますけども、しっかり応援しておりますよ。クラブ君、しっかり速く走れるように頑張りましょう。まあ結構ね、ポテンシャルはあると思うんで、10秒5ぐらいは全然出てもね、この環境の中でも、しっかり仕事をしてる中でもおかしくないと思うんで、まず10秒5台しっかり出して狙っていってほしいと思います。さあ、いくか。ファイト。はい、クラブ君、15秒49。うそ、やばいやばい。ちょっと待ってくださいね、もう一回動画でチェックします。私撮りながら測ってるんで。そうですね、まあ、間違ってないですね。誤差あるとしても15秒4後半から5前半の間にはいると思います。じゃあ早いじゃん。戻ってる、戻ってるね。あれ、なんで先週22秒しか出なかったんだろう。おかしいな。そんな演技よ。でも走ってて今すごい気持ちよかったです。こんな開け上手だったね。はまりましたね。はまったね。今遠心力使って、はい、パンって前出れたんで、まあ、早くもう100いきます。結構疲れてないね。いや、疲れてる。
110秒5くらいいこう。いやー出た出た出た。いや早かったな。これ多分僕今日走ってたら負けてましたね確実に。いいんじゃないクラブ。シャツ100。はい。さあ問題の100ですよ。これどこまで出るか。はい10秒98。11秒78。オッケー。ああ。上等ですね。いやーいいねー。すぐ行ったもんね。そして戻ってすぐ。もう調子いいんじゃない。今日はそういう日ですから、プラレンでしっかり作って200メートル2本で走り切れるような体力を作らないと。土曜日だよね。土曜日です。今日何曜日。今日水曜日。あ、しあさって。抜けないかも。抜けない説ありますか。疲労抜けない説。いいよ、なんかね、走ってるね。そのフォームっていうか、はい、いい時のね、イメージに合ってきて近づいてきました。そう、なんか今日ハマってますよ。前に進んでますか。進んでるね。進んでるってか骨盤が乗ってるね、設置の時に。あれでなんかもう、なんだろう、スピードを乗せた状態であと50とかっていうよりはしっかり走り切れたら普通に今週21秒中盤ぐらい出るんじゃないかなって。なんか久しぶりだなこの感じでベイクラチャンネルを撮る。いつもなんか私にボコボコにされてるベイクラ君のチャンネルだったのが。村田さん意識しすぎたんかも。一つあるね。ガチガチに力んでみたいな。なんかクラブをちゃんと選手として今日扱ってます私。いつも扱ってくださいよ。早い、素晴らしい。ありがとうございます。はい、提案があります。はいはい、私思うんです。はい、次150っていう予定だったじゃないですか。はい、120でもいいんじゃないかなって。なるほど。私の役職なんでしたっけ。イティック陸上部の監督です。監督ですよね。監督です。練習の決定権って結構監督にあるっていう噂ありますよね。ありますね。150で相談しません。ちょっと相談しません。今俺からの提案だったんで。はい、ちょっと相談しませんか。相談か。150で。いや相談しません。ちょっと会話しましょう。会話会話する。会話しましょう。これハラスメント。いやこれ強制じゃないんで。今俺役職なんだか分かります。本職俺の。いや選手ですよ私。違う違う選手ですよ。俺本職今営業職なんですよ。あ、なるほど。はい、会話しません。わかりましたよ。120で。120で。ただし、はい、12秒8よりを早く走ってください。まあまあリアルだと。まあまあリアルです。まあまあリアル。まあまあリアルですね。はい。そうですね。でも120にする理由としては、やっぱりその150、100って今やったんですけど、内容良かったですし、思ったよりスピードが出たっていうのがあって、もうそこでカーブからの加速は OK。っていう判断なんですよ。でもちょっとこれでやめるのはさすがにポイント練習としてはちょっと強度が低いんで、最後200を重点に置きたいプラスちょっと疲労も残したくないということで 30m を減らして、しっかりカーブから、スピードを作った上で走り切るっていう練習に変更したくて、今120したんでそれぐらいのタイムで12秒80、はい、でいきたいと思います。はい、わかりました。頑張ってください。いや営業だから。さあまずはですね、この iPhone12 の Pro Max の画質の良さに注目ですよ。めちゃくちゃ明るく撮れるな。すごいなこの光を集める力。それに私もびっくりしてます。さあ一方彼らは多分ビビってますね。疲れた状態で120。さあどう出るでしょう。はーい、はい、いきます。12秒、はい、75。あれなんかもっと期待したのかな。いやしんど。もう150プラ100やった後なんでね。まあレストも15分ぐらいでしょ。15分ないぐらいじゃない。まあ予想ですか。いやなんか本当だったらもうちょっと行きたかったんですよ。はい、欲張っちゃったね。
12秒6とか欲しかったんですけど、内容的には全然悪くないなと思ってますし、後半の伸びはあったよ、走り的に乗ってる乗ってる、なんか久々にああいうなんだろう乗ってる感ありましたね。まあ出だしがもう少しいけたかなって感じですね、振り返るとちょっともっと狙うならね、そうですね、タイムを狙う入りの30を、やっぱそこなんだよな、100でもやっぱ最初の30下手くそなんで、今課題ですね、永遠の課題です、クラブゆうやの入りの30、はい、どんな時でも下手くそなんで。じゃあ宣言しましょう、はい、 100m で10秒、はい、どうしようかな、6台が出たら、はい、パソコンを買うと言ってください。ですか、あなたが自分で買うんですか。あ、俺で買うんですか。俺買うんですか。そうです、もう自分にご褒美ということ、ご褒美で、はい、でそれを動画にしましょう。あ、いいですね、開封動画、開封動画、はい、また需要ねえかもしれない焚き火の再来、はい、10秒6もしくは21秒5台で、私比べは16万以上のパソコンを買います。よし、聞きましたね皆さん、私は絶対にこの買い物についていきますあ、多分あのネットショッピングだと思うんで、あ、そっかそっか、あのその瞬間を見てもらいましょう。そうだね、ポチりましょう。私が押していいですか。はい、私が押していいですか。ダメですなんかいつの間にか20万以上になってそうなんで、ダメですダメですもっともっとね、いい動画を作れるように、そうですね、パソコンを購入するそうですよ。パソコンを買います。はい、まあちょっとプレッシャー上がりましたけど、最後の最後ちょっと躊躇するかもしれないです、ゴールする。なんかあれだよね、人参作戦とかじゃなくてさ、はい、ちょっと自分がきつくなるっていう、そう16万消えちゃうっていう、16万あるある。俺が買うんなら頑張れそうだけど、いやもう村さんが買うなら俺どんな手を使ってでもいけますよ。絶対買わねえよ最後までご視聴ありがとうございましたあ、もう深め、絶対パソコン買えよって思う人はぜひ高評価、そしてコメントお待ちしております。じゃあね。